こんにちは。今回は、こちらの模様編みを紹介します。この模様は、中長編みで編みますが、少し変わった模様になっています。編み地は表側も裏側も同じ編み地で、伸縮性もあります。少し、立体感のある、変わった模様になります。編み方を編み図で説明します。この模様は、鎖編み2目で1つの模様です。今回は5個の模様を作りますから、10目の作り目で編み始めます。最初は鎖編み2目で立ち上がり、隣の作り目の鎖編みの裏山に針を入れて糸を1回引き出します。この曲がった矢印のような印が糸を引き出す印です。1回糸を引き出してから次に中長編みを編みます。引き出した糸と中長編みを一度に引き抜いて、引き出した糸と中長編みを一つに編みます。次は鎖編み1目を入れて、作り目の鎖編みも1目開けた2個目のところに同じように針を入れて1回糸を引き出し、次に中長編みを編む編み方がこの編み方です。次の2段目も向きは変わりますが、同じように鎖編み2目を編んで立ち上がり、次は隣の鎖編みに編みます。1段目は作り目の鎖編みの裏山に編みましたが、2段目以降は前段の鎖編み1目のところに1回糸を引き出し中長編みを編みます。間に鎖編み1目を入れながら同じように編んでいきます。作り目を10目作りました。1段目の立ち上がりの鎖編み2目を編んで、次は立ち上がりの鎖編みのその次の鎖編みの裏山に針を入れます。鎖編み3個の4個目のところの裏山に針を入れ、糸をかけて1回引き出します。これが矢印が曲がったような印の糸を引き出すところです。1回糸を引き出してから次に中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて、同じ鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出します。これが中長編みです。1本は最初に引き出した糸で、次の2本は中長編みの2本です。これを一度に引き抜いて、次は鎖編み1目を編みます。そして作り目の鎖編みの2個目の裏山に針を入れ、ここでも1回糸を引き出してから同じところに中長編みを編みます。これが今回の模様の編み方です。鎖編み1目を編んで、次も作り目の2個目の鎖編みに針を入れ、糸を1回引き出し、次に中長編みを編んで全部の糸を引き抜きます。次も鎖編み1目を入れて、2個目の鎖編みに針を入れて1回糸を引き出してから、同じところに中長編みを編んで全ての糸を一度に引き抜きます。鎖編み1目を入れて、最後も2個目の鎖編みの裏山に糸をかけて引き出し、次に中長編みを編みます。1段目の5個の模様ができました。次は2段目です。
鎖編み二目で立ち上がり、編み地を裏返します。次も同じ模様を編みますが、次に編むのは前段の鎖編み一目のところですが、この鎖編み一目のところに最初に引き出した一本がありますから、この最初に引き出した一本のところに、この鎖編み一目のところに模様を編みます。こちら側から見ると、模様を一回編んで、次にここで鎖編み一目を編んでいます。この鎖編み一目を編んだ、ここに模様を編みたいのです。次は、模様を編んだその次の鎖編み一目のところです。ここに針を入れて、一回糸を引き出し、次に中長編みを編んで一つにまとめます。この編み方をします。鎖編み一目を編んで、一段目の模様を編んだ隣の鎖編み一目のところです。ここが鎖編み一目のところですから、ここに針を入れて一回糸を引き出し、次に針に糸をかけて中長編みを編んで、すべての糸を引き抜きます。これが2段目の編み方です。鎖編み1目を編んで、次は1段目の模様の隣の鎖編み1目のところに針を入れて糸をかけて引き出し、次に同じところに中長編みを編んで引き出します。次は鎖編み一目を編んで、次に編むのも、一段目の模様の隣の鎖編み一目のところに針を入れ、糸を引き出して、針に糸をかけて中長編みを編みます。鎖編み一目を編んで、最後は5個目の模様です。5個目の時は、最後の時は、鎖編み一目をしていませんが、立ち上がりの鎖編み二目をしていますから、この立ち上がりの鎖編みのところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて中長編みを一回編んで、これをすべて引き抜いて、これが二段目の編み方です。次も鎖編み二目を編んで編み地を裏返し、三段目も2段目と同じ編み方です。模様を編んだ隣の鎖編み1目のところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて同じところに中長編みを編んで一度にまとめます。鎖編み1目を編んで、次の模様の模様を編んだ隣の鎖編み1目のところをここです。この一本の手前にある、ここに引き出して、次に中長編みを編みます。こうすることで、編み目がジグザグになります。次も鎖編み一目を編んで、前段の模様の鎖編み一目のところに一回引き出し、同じところに中長編みを編み、鎖編み一目を編んで、前段の模様の鎖編み一目のところに一回引き出して中長編みを編みます。鎖編み一目を編んで、次は最後です。最後は、最初に鎖編み二目を立ち上げている、この鎖編みの間のところに針を入れ、一回引き出して、次に中長編みを編んで、これを一つにまとめます。これが三段目の模様です。二段目の模様と三段目の模様は
向きが少し変わります。次も鎖編み2目を編んで、次の4段目を編んでみます。模様が少しはっきりしてきたと思います。このようなジグザグに模様が入ります。次も前段の模様の隣の鎖編み1目のところに針を入れて1回引き出し、次に中長編みを編んで1つにまとめ、鎖編み1目を編みます。同じ編み方です。前段の模様の隣の鎖編み1目のところです。1回引き出して中長編み、鎖編み1目を編んで、次も鎖編み1目のところに1回引き出して中長編みを編み、鎖編み1目を編んで、隣の鎖編み1目のところに引き出したのと中長編みを編み、次に鎖編み1目を編み、最後は分かりづらいですが、この模様とその隣にある鎖編み2目を編んだところです。ここに1回引き出して同じところに中長編みを編み、鎖編み2目を編んで次の段に移ります。このように前段と今編んだ段がジグザグになる。今編んだのはこちらの模、そして前段は左側に倒れています。こちら側で見ると、今編んだのは左側に目が向いて、前段は右側に編み目があります。これでこのような少し厚みのある面白い模様ができます。毎段同じ模様の繰り返しですが、編み地はとても面白い編み地になります。引き上げ編みと中長編みを一緒に編む模様編みを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。